ポイズングロリアスっていうと、シマラとそしてジャッカルがクロスオーバーレボリューションということで、お互い協力しながらシマラの最先端の技術を使って、そこにジャッカルのプロスタッフが持つノウハウ、釣りのノウハウですね、これを投入して作ってきたロッドで、いよいよ今回の第3世代となるわけですけども、技術的にはね、本当に行き着くところまで来てるだろう、本当にすごいものができたよねと、じゃあ新たに原点に改めて戻ってね、その技術をベースに、さらに使いやすいロッド、これが何なのかっていうことを最大のテーマに開発したのが今回のグルーニアスです。実際ね、今までこう、ポイズンシリーズも、アルティマからグルーニアス、そしてアドレナに至るまで、やっぱり軽さっていうのは一つのキーポイントだったわけですよね。で、実際例えばアルティメートブランクスだったりとか、カーボンモノコックグリップだったりとか、とにかくロッドの自重を軽くするために、いろんな技術っていうのを投入してきました。で、今回のグロリアスっていうのはもう一歩二歩突き詰めた軽さなんですね。通称僕たちはね、開発するときに真なる軽さっていう言葉を使ってたんですけれども、自重だけではない、それぞれのルアーの使用用途に合わせて、テクニックの使用用途に合わせて軽く感じる軽さ、これを追求したのが真なる軽さです。要は持ち軽さですよね、一番はね。持った時に軽さ以上に軽く感じるって感じかな。操作性も良くなって、より釣りがしやすいって感じになってるっていうふうに思ってもらえばいいんじゃないかなと思いますけど。ルアーいろいろあります。テクニックもそれぞれあって、それぞれに竿のさばき方って変わってくると思うんですけども、それによっても、全てのパーツ、要は単体のブランクとか、あるいはリールシートだけではなく、全体のパーツを最適化して、重量のバランスをコントロールすることによって実現したのが、今回の最大の肝です。実際使ってみた時の軽さ、これは感じますね。ルアーを動かす時のそのスピード感、細かさ、この辺は格段に向上していると思います。よっしゃ、操作である、フッキングであるとか、もういろんなロッドが動く全ての状況で性能がアップしちゃってますね。いいロッドができましたよ。シマノのね、特徴といえばね、やっぱりアルティメートブランクス、いわゆるバットからベリー、トップに至るまで、それぞれ、その部署に合わせて最適な素材を使う、こういったね、新しい技術、独自の技術っていうのを使ってきたんですけども、今回は、さらにそれを細分化してですね、ニューアルティメートブランクスということで、ブランクもいわゆるバットからベリー、そしてトップに至るまで、それぞれのルアーに用途に合わせてね、全部最適化した素材を選んで、そうやって作り込まれたのが、今回の新しいポイズングルーニアスです。
ちょうどいいなっていう、持ってて操作しやすいな、非常にバランスが取れてるんで、まあ、とっても軽くは感じますね。もちろんそのトータルバランスで持った感じがすごい軽く感じるっていうバランスの取れる設計、実際ピッチングしてもキャストしても違和感ない、疲れないっていうところが一番大きいと思います。過去一だと思います。で、人間みんな多分そうだと思うんだけど、自分特にそうだけど、楽な方をどんどん選択していくんで、これ使っちゃうと戻れないってやつ。よいしょ。言い方悪いかもしれないけど、今使ってるものと比べてみれば一目瞭然じゃないかと。本当そのくらい違いますよ。161L の BFS、ベイトフィニッシュシステムのロッドですね。これだけショートロッドで、まあ、しかもベイトフィニッシュ用のロッドっていうことになると、まあ、とにかく軽い、まあ、これはね今までポイズンシリーズ、まあ、共通の、まあ、特徴だったと思うんですけれども、まあ、さらに軽くというかちょっと異次元ですね。フィーリングは自分の手と一体化したようなフィーリング、これが実現できているのがこの 161L の BFS の特徴ですね。まあ、そうすることによって、まあ、非常にね細かいシェーキングとかワームのいわゆるアクションをつける上での操作性だったりとか、ショートピッチで、テンポよくカバーに対して打っていく、まあ、こういった時にも本当にね違和感なく自然に使える、これが特徴ですね。まあ、ですからね、単純に例えば感度だとかあるいは軽量化だとかそこのスペックだけでなくアングラーにとって一番使いやすいロッド、これを追求した性能っていうのが本当に特徴が出てるロッドがこのロッドですね。細かい話ですけどグリップなんかも通常のカーボンモノックグリップに対して、ワンオフでねこれ特別に BFS 用に設計してるんですよ。まあ、そうすることによって、まあ、例えばピッチングの時のサポート性をアップさせたりだとか、あるいはフッキングの時にサイドの平面のところで確実にフッキングパワーを伝えたりだとか、こういったいわゆるカスタムメイドレベルのセッティング設計を投入しているのも今回のグルエアスの特徴でもありますね。とにかくこの一本によってさらに BFS の世界がより一本も二本も進む、そういった仕上がりになってます。164MH です。まあ、6フィート4インチでそんなに長い方じゃないじゃないですか。まあ、取り回しっていうので例えばフットボールジグとか、まあ、キャストしてボトム取ってこうパンパンって叩くようなもう静と動の動きみたいなクイックな動きを出すのにすごく扱いやすいそうです。やっぱり小技効かせられるっていうのとで短い竿で硬い竿っていうのは比較的なんかこう曲がんないってイメージあるじゃないですか。でもこの竿はちゃんとベリーからバットまでスムーズに曲がるんで、もちろんルアーのウェイトもこう乗せて投げれるし、あとかけてからロッドが曲がってくれるんでバレも少ないっていう竿になってます。早く短い移動距離でこうリゴを動かしたいって時にやっぱりティップだけこう入っちゃったり全体的にダルーンってしてる竿だと下手するとあんまり思ったこと動いてないとか、だから操作感が自分の頭の中と多分実際のそのルアーがずれちゃうと思うんですよ。でもこの竿だとそのずれがなくで、しかもかかってから曲がってくれるとかちゃんと曲がるブランクスでもそういうアクションが出せるんで、とてもすごいことだと思います。
165XHSB です。これはまあビッグベイト系ですね、はい、もう自分自身がこういう小規模なリザバとかあってレンタルボートでこう使いやすい、まあ、長さですよね、6フィート5インチって多分ビッグベイト用だと短い、かなり短い方だと思うんですけど、で小技を効かせないとだんだん釣りにくくなってるフィールドって多いと思うんですよ。だからその小技を効かせることができる、まあ、長さになってる感じですね。近距離のキャストで、まあ、本当ピンスポット狙ってそこで食わせるっていうような釣りをするんで、やっぱり、ね、長すぎると取り回し悪いし、あとキャストもちょうどこうなんだろう6フィート5インチぐらいっていうのが割と比較的こう狙ったところに投げやすいんじゃないかと。それも曲がるそうじゃないと投げれないけど、はい、まあ、全てそういういいとこ備えてる竿になってます。重みは全く本当に感じないです。軽いです。だからバランスが非常にやっぱり取れてるんだと思います。こうツイッチするのもしっかりホールドしてなくてもできちゃう感じ、なんか本当はみんなしないでしょうけど、こう3本ぐらいの指で持ってこうやってやっても全然触れちゃうんで、なんかここで持つとだいたいティップが下がりすぎちゃうとかこうなっちゃうとかあるじゃないですか。そういうのがないんでやっぱり違うんだろうなっていうのは分かります。実際軽い竿に重いルアーつけて思いっきり振り抜くって怖いじゃないですか、折れちゃいそうみたいな。でもその心配が全くない設計ですね。やっぱりアルティメットブランクスデザインで各パートごとにその必要な強度と曲がりと作ってるんで、そう全然心配なくぶん投げられるっていう竿になってます。ショートキャストでバンバン、俺なんかだとオーバーハング下に重いもの重いルアー入れていく感じの竿っすよね。ね、こういうところに決まるでしょ、ビッグベイトが。よっこいしょって投げなくても入ってっちゃう。よいしょ。まあキャストしやすい、あとアクション、細かいアクションつけやすいっていうところがあるんでいいっすね。とってもいいっす、とっても。165XHSB、まあ、短いビッグベイト用のロッドになります。ビッグベイトの出番って増えてるんです。でビッグベイトでしか反応しない魚もいる。でビッグベイトの釣りもどんどん進化して、最近特にそのビッグベイトゲームの中で効果的なのが、まあ、非常に小場所もしくは一つのカバーからバスをビッグベイトの力によって引っ張り出すと。でそういった時に欠かせないのはその正確にそこにルアーを通すっていうことと、そのルアーをしっかり操作する、まあ、近年のさまざまなこのバスフィッシングの進化によって、まあ、生まれたテクニック、まあ、それに対応するのがこの 65XHSB。 僕が使っているロッドが7フィートを超えるものばっかりで、もともとロッドの自重も高いで6フィート5インチなんで約1フィート分短いので、その分軽さはね非常に感じるんですけど、それ以上にまだまだ軽いなというふうに感じますね。まあ、サイドであったりとか、あとアンダーハンドであったりとか、近距離向きのキャストにすごくしっくりくる設計になっているんで、近距離で小さなピンスポットにルアーをスッと入れて、でそこからバスをこう引っ張り出す、まあ、そんなような使い方にすごく向いてますね。その言い方が正しいかどうかは分からないんですけど、その手軽なビッグベイトロッドっていう感じ、身近なというか、そのあまり通常のバスフィッシングと大きくかけ離れない
ビッグベイトが使えるロッドって感じですね。まあ、軽快に本当にフロッグを動かすとかミノをティッチするとかそういう感覚でビッグベイトを扱うことができる。166M になります。巻物から内物まで、まあ、10g 前後に対応するような竿になってます。もう完全によく言うバーサタイルっていういろんなものを使えるような竿ですね。持った感じすごいバランスいいなって感じになったんですよ。極端にティップが軽いとか重いとかそういう感じがなくてなんかちょうどいいなっていう、持ってて操作しやすいな、非常にバランスが取れてるんで、まあ、とっても軽くは感じますね。もちろんこの、まあ、ブランクスとガイドとこのリールシートですね、この辺がすごいバランス取れて、そのさっき言った軽い感じ、実際ピッチングしてもキャストしても違和感ない、疲れないっていうところが一番大きいと思います。思ったよりも竿が曲がってる気がするんですよ。持った時のニュアンスが割とビシッとしてるんで、ティップだけしかこう入んないようなニュアンスなんですけど、それがベリーバットまでこう力をかければスムーズに曲がっていくんで、イコール巻物とかキャストするときにしっかり曲がってくれてルアーをリリースできるんで、すごい力その分使わず投げれるっていうところが、やっぱちょっと変わったのかなと。でもフッキングしたりした後のパワーっていうのは十分あるんですよ。ちょっと不思議な感じのブランクスですね。おすすめできる竿ですね。割とスタンダードなルアー全般に使う方たちだったらこれが絶対おすすめですね。まあ、10g 前後のルアーを使う人だったらこれ1本でいけちゃうので、はい、なくてはならないと思います。言い方悪いかもしれないけど今使ってるものと比べてみれば一目瞭然じゃないかと。本当そのくらい違いますよ。1610の M、まあ、皆さんの中で一番人気のあるロッドですよね。まあ、当然これも今回の新しいグロリアスでラインナップしています。まあ、ここにあるようにクランクベイトだったりスピナーベイト、バイブレーション、まあ、巻物全般ですね。まあ、さらにはワームジグ、まあ、こういったものもバーサタイルに使えるのが最大の特徴です。で、まあ、僕はね結構巻物に使うことが多いかな。これがあるとね非常に便利なんですよね。やっぱり状況に応じて、まあ、ルアーをローテーションする、まあ、そういった中で中心となってくれるロッドです。ハードベイトを使った時も振り軽さ、いわゆるキャストの時にも非常に快適で、飛距離もアキュラシーも最高レベルの、ね、性能を実現してくれる。まあ、さらにはニューアルティメイトブランクス、まあ、これによってね、まあ、各バットからトップまで、最適な素材を組み合わせて作ってるんで、曲がりが非常に綺麗なんですよね。全体が綺麗にしなやかにしなってくれるんで、まあ、これによっても振り軽さに合わせて、まあ、キャスティングが非常に楽に正確に、さらにロングキャストも決まる、まあ、そういった特徴があるロッドです。人気アイテムの 6.M、 これに加えてですね 6.0 の MH、 これもラインナップされているのが特徴です。やっぱりね、その MH っていう表記で分かるように 6.M に対してもうちょっとパワーがロッドになってるんですね。まあ、それによって重めのハードベイトだったりとか、より逆にワームやジグ、まあ、こういったパワーフィッシングにも適したロッドになってます。 6.M と同じように非常に持ち軽さ、振り軽さっていうのを実現しながら、まあ、さらに綺麗なロッドテーパーのしなり曲がりによって、まあ、キャスティングも完璧に決まる、飛距離もアキュラシーも最高レベルの性能を実現している、これが 6.MH の特徴でもあります。
その72を使ってた感じからするとその2インチの短さが、まあ、操作性の良さにはつながってるかなっていう感じですね。ジグとか70の MH 僕よく使ったりするんだけど、まあ、それよりもエッジだけどマイルドな感じになってて、いろんなことができるサウンドに僕は感じますね、このサウンドに関しては。だからバイブレーションもできる、スピナーベイトもやれる、テキサスもフットボールもやれるみたいな、そんな感じのサウンドかな。細かいことをしなきゃいけないような状態がだんだん増えてきて、そういう中で長さよりも操作性を取ると7の方がいいよねっていうことですね。ティップが少し、まあ、カンカンな感じというよりはその乗せれる感じの柔らかさがあって、ルアーをキャストした時にやっぱほんのちょっとでも乗ってこう竿を使えるっていうのは、まあ、すごく良くて、それと魚かけた後のその全体の曲がり先のちょっと柔らかいのがバレないっていうのにつながるって僕は思ってるんで、そういう意味であの割と調子のいい竿に上がってると思いますね。特にその竿を立てた時のその持ち軽さっていうんですかね、その実際の竿の重さ以上に軽く感じる、これはもうすごいことだと思いますね。だから軽く感じるし手も楽な感じになるから、それだけルアーの動きを、まあ、なんていうのかな、自然にできるっていう、そういうのは良くなってるんじゃないかなと思いますけど。174MH プラス畑拓磨の釣りのほぼほぼがこれ一本でできる。釣りに行くときには欠かさず持っていく、まあ、そういうロッドになります。バスフィッシング全般的なこのルアーに使うと、テキサスリグからフリーリグからスイムジグ、ブレーデッドジグ、スピナーベイト、まあ、巻物、まあ、バイブレーションであったり、ミノーのジャーキングとかもこれであったり、キャロライナーであったり、高比重系ワームであったり、ありとあらゆる今言っただけでもかなり多くのバリエーションを1本でこなすことができる。だから本当に困って1本どれにしようか、1本だけを持っていくっていう釣りにはまず間違いなくこれを持っていく。やっぱりこの7フィート4インチ長いので飛距離も出しやすい、で操作する時にもカバー周りで、ランディングしようとした時にこのロッドの長さを生かしたランディングができたり、まあ、そういった長さによるメリットが、しっかり生きてくる。僕じゃなくてもめちゃくちゃ飛びますし、僕が使うともっと飛びます、まあ、持った時、使った時軽いで、もともとロッドの重さ、これは操作するいろいろな場面で邪魔なものですよね。邪魔になる部分を使用してる時に完全に排除すると、操作であるとかフッキングであるとか、もういろんなロッドが動く全ての状況で性能がアップしちゃってます、ロングキャスト性能もしくはアキュラシー、そのキャストで、差をつけたいなと、今回しっかりキャスト決めないと魚には出会えないなと思った時は有無を言わさずこっちです、はい、グロリアスの 174MH プラスになります。2510の UL、フィネス用のスピニングロッドですね。5フィート10インチっていう非常にショートレングスが特徴のロッドです。フィネス用のスピニングで短いロッドで何がいいかっていうと、ワームを非常に細かくシェイクしたりとか、あるいはリアクションのアクションですね、こういったものも非常に短く早く移動したりとか、そういったアクションもつけやすいっていうのが特徴です。まあ、アクション全体はですね、全体的にレギュラーテーパーで、あまりファーストテーパーに、触れることなく、こう張りのあるアクションになってます。まあ、さらには振り軽さ、トップの方が軽いんで、
こう羽がついたようにふわっとこう持ち上がるフィーリングがするんですね。まあ、とにかくそれで、全てのいわゆるレスポンスが良くなる、まあ、これキャストからワームのアクションをつけるときもそうなんですけども、まあ、それが実現できるんですね。だから単純に自重が軽いだけじゃなくて持った時のフィーリングが軽い、要はトップが、まあ、自然に上に上がるようなこういうフィーリングがある、まあ、それがこの 2510UL の特徴ですね。まあとにかくみんなに一回持ってもらいたいですね。まあそうすると分かると思います、僕のこの言ってることが、まあ、それぐらいにやばいロッテです。263の ML というロットでメインに使うのはシャットのキャロライナリグですね。まあ、最近、まあ、例えばヒバラコみたいなね、まあ、ディープでスモールマウスを釣るような時とか、あるいはラージマウスでもね、琵琶湖だったりとか、あるいはクリア系のリザーバー、こういったところでもシャットを進化キャロライナリグにすることによってディープまで沈めて、それでジャークして、まあ、釣ると、まあ、こういったテクニックが流行ってきてるんですけども、それに対応したロッドです。で、まあ、そういう釣りのポイントって何かというと、シャットでしかも進化がついてる、いわゆる非常にねジャークするときに抵抗があるんですよね。まあ、これを一日中続けるとなると非常に手首に大きな負担がかかってしまう、こういった問題があるんですよ、クリアしなきゃいけない。まあ、ところがね、まあ、今回の新しいポイズングロリアスに関してはまずは63、このレングスです。ショートにすることによって手首に負担はかからないようにしているっていうところが一つのポイント。あともう一つは、今度ショートにするとね、どうしてもロッドのパワーなくなるじゃないですか。そういった時にいくらジャークしてもシャットがこうキレのあるダートをしてくれなくなっちゃうんですよね。まあ、それを、まあ、今回あえてトップの部分に、まあ、若干のウェイトを加えてパワーを持たすことによって63という短めのレングスでありながらもジャークした時に非常に大きな、ね、反発力、瞬発力、これが発生されるように設計されています。まあ、さらにね、まあ、今回霞ヶ浦水系のロケでは通常のキャロではない、シャットにも使ってます。まあ、これでも非常に快適に使えます。アクション自体は巻物用のセッティングとして非常に一般的なレギュラーアクションになってますし、あともう一つね、トップ若干重くしてるっていうところの副産物としてシャットって軽いじゃないですか。で軽いんで、ルアーでルアーをキャストするときにね、そのルアーのウエイトだけじゃなくて、このトップ、いわゆるブランクの重さも一緒にこう乗せてキャストができるんですね。要はルアー単体の非常に 5g とかね、軽いルアーですけども、ルアーの 5g のこのウェイトでは曲がりきらない部分をトップが若干重いんで、非常にコンパクトなスイングでもロッドのティップの重さと相まって曲がってくれるんですよね。ですからより楽にキャストが決まる、こういったメリットもあるんですよ。ですから、まあ、シャットはもちろんですけども、スモールプラグ、軽めの例えばトップウォータープラグなんかもいいと思うんですけども、それを非常に快適にキャストして1日使うことができる、まあ、それがこの 263ML の特徴ですね。まあ、ちょっと今までにないロッドなんですけども、ハードベイトの、まあ、小型のハードベイトを使う方はぜひ1本持ってもらいたい、まあ、そういったロッドに仕上がってます。266の L、 例えばリグのスタイルだったりとか、そのウエイトの差だったりとか、まあ、こういったものも幅広く使えるっていうのが特徴なんですけれども、本音の話を言うと、僕6班のロッドってフィネスには長すぎるっていうふうに思ってて、あんまりフィネスの釣りには使ってこなかったんですよね。まあ、ところがね、まあ、今回この新しいポイズングロリアスに関しては、いわゆる振り軽さ、あるいは持ち軽さ、まあ、こういったものを実現してるんで、本来フ
フィネス用のロッドとして6フィート半のロッドが持ってるいわゆるネガティブな部分、例えばなんかちょっとやっぱり重い感じがするな振るときに、あるいはワームの操作するときにちょっと長すぎてレスポンスが悪いなっていったところが全て解決されているのが特徴なんですね。ですから、まあ、6フィート半という、まあ、長さがどうしても必要な、例えばちょっとでも飛距離を出したいとか、あるいはおかっぱりでね足場の制約があって、まあ、カバーなんかうまく回避しながらバストファイトしたいとか、まあ、どうしても長さが必要になってきた時に、今までのフィネス専用のショートロッドと同じような使い勝手でそういうキャスティングのディスタンスだとか、あるいはパワー感、いわゆるカバーの回避性能、まあ、こういったものも両立しているのがこの 266L です。まあね、使ってみるとやっぱりこの6フィート半の長さっていうのが生きてきて、まあ、キャスティングディスタンスも伸びますし、まあ、と同時に、まあ、長いんですけれども持ち軽く、まあ、さらにはニューアルティメートブランクスデザインによっていわゆるバットからトップの部分まで、素材を最適化して、まあ、さらにしなやかなつながりを持たすことによって、手元の細かい操作も増幅されることなくトップに綺麗に同じパワーで伝わる、いわゆるより細かな繊細なアクションが使える、まあ、これもねやっぱりライトリグのロッドとしては非常に重要なポイントなんですけれども、この 266L は非常に高いレベルで実現してくれてますよね。昨今 I 字がブームになって I 字の専用の設計のものが欲しいなというふうに思ってて、で I 字に何が必要かっていうと、まずはよく飛ぶ、よく飛ん でそこから操作性がよくって、ルアーの位置をこうきちっと操作しながら、まあ、魚を食わすっていう仕事を したいわけですけれども、今回のこの竿はその軽いで投げた時に本当に、ね、不思議なのがすごいシャープな振りでよく飛ぶ竿なんですよ。この竿ってアキラシーも素晴らしいし、で最後なんか一伸びして飛距離が伸びるみたいな竿に仕上がってるんで、それがすごい面白いなって思います。この曲がり感見てもらうと分かると思うんですけど、そのピュッて振ってる時のそのシャープさはもっと殺傷しな感じなんですよ、イメージは。でも魚かけるとこの割とちゃんと曲がる曲がり感で、ま、もうバレないですよね。だからね、そこが面白いな、面白い竿だなって僕は思ってます。あー、しかったー、うわー、でげー、すごい使いやすいと思いますよ。まあ、飛距離もこれだけ出てれば遠くで食わせれるし、まあ I 字って遠くから追わして食わさないとなかなか食わすの難しい時代になってるんで、そういう意味でこれだけ飛距離が出てればいいと思いますけど。268M プラスです。関東ではもう当たり前になってしまったパワーフィネスに使うロッドです。バットがミディアムヘビーアクションで、ティップの方がミディアムアクションっていう感じの調子になってます。カバーの中で魚をかけるんで、まずは引っ張り出せないといけないってなると、やっぱりバットは強く、でもティップまで硬いと、まあ、繊細なアクションっていうのは非常に難しいんで、ティップは適度に曲がる、でも曲がりすぎると今度魚が引っ張り出せないっていう、その矛盾を解消するためのアルティメットブランクスデザイン、そこはティップとこの、まあ、バットの調子を変えて、で、まあ、どんなヘビーカバーからでも引っ張り出せる、でも繊細なアクションをつけれるっていう、真反対のことができるような竿になってますね。
まあ、もちろん持ち重りはゼロです。シェイクも非常にしやすい。イコールだからバランス取れてるから単純に疲れない。ずっとシェイク続けてられるっていう、そういうバランスになっちゃったんですね、もう。この LMH の前に、まあ、UL の M っていう竿が6点であるんですけれども、まあ、それのそのハイパワー版っていうイメージで作ってもらった竿なんですけれども、 MH っていうこのバットパワーがスピニングではあんまないじゃないですか。でそれがやっぱりいいっすよね。で、そのバットパワーがあって L のティップっていうのがこう結構大切で、その食わせは L のティップでする、でかけたら MH のパワーで魚を寄せてくるっていう、まあ、そういう竿なんで、食わせだと柔らかい方がいいじゃないですか。でもかけは強い方がいいじゃないですか。でっかい魚をやろうと思った時に、でっかい魚に対してかけはやっぱり強い方がよくって、で MH までスピニングのパワーを上げてみたらどんな竿になるんだろうみたいなとこからスタートしてこうできた竿なんですね。で6点って長さはルアーを遠くへ飛ばそうと思うと長い方がよくてもし、例えばウィードとかカバーとかそういうのをかわそうと思った時には長さでかわす仕事をするっていう釣り方もあるんで、そういうニーズに合う竿、その LMH になってても持ち重り感がないっていう感じの竿ですかね、これはね。だからあくまでもパワーの釣りを、ソフトなティップでするみたいな。ウィードの中の釣りもいいし、あとカバーのパワーフィネスやろうと思ったらできるし、あとでかい魚がいるエリアで、魚をかわしたいようなところはいいんじゃないかなと思いますけど。2610LS というモデルなんですが、ロッドの特徴自体が、まあ、ほぼほぼ P ラインをセットしてリーダーを組んで、ノーシンカーのワームであるとか虫系のワームであるとか、虫系のプラグであるとか、そういったものをすごく細かく動かして微振動シェイクをすると。でその時のティップの戻りであるとか、バスが出た時のフッキングの速さであるとか、そういったところに、まあ、めちゃめちゃこだわってるロッドです。ロッドの重さ、今までネガティブな要素でしかなかった重さが排除されたことによってすごく軽く操作することができるし、まあ、ロッドを立ててねシェイキングしたりするんですけど、まあ、その時非常に軽いし、その軽さゆえのハイレスポンスなシェイキング、これが可能ですね。このロッドにソリッドティップが必要だったのは、ソリッドティップ特有の戻りの速さ、自分の思い描いた感覚通りのアクションが遥か彼方向こうのワームで起こる、これが非常に難しいバスをなんとか食わせるっていう部分で有効になってくる、まあ、そのためのソリッドティップですね、まあ、実際使ってみた時の軽さ、これは感じますね。なのでそのルアーを動かす時のそのスピード感、細かさ、刻み方、この辺は格段に向上していると思いますね。ね、いいロッドができましたよ。スピニングでのバスフィッシングが大きく変わる、まあ、そのイメージが大きく変わる、まあ、そういったロッドになりますね。